こんにちは、ジークリードです。今回は前回ポケモンの色違いを出す方法のやつやったんですけど出なかったんで、今回ぶっ通しでやりたいと思います。で、その前にフレンドコード紹介します。フレンドコード 17789874819 です。で、あと残り10名までなら登録できるんで、で、登録したい方はコメント欄に書いていただければ登録、10人までなら登録するんでよろしくお願いします。はい、で、今回は前回の商用シティではなくてシャラシティのこの岩と岩のこのここですね、この挟まってるところで釣ります。あ、こういうところならどこでも釣れるんですよ。平面のところだと釣れないんですけど、こういう岩があるところは大体釣れますね。はい、で、このままちょっとやっていきます。全然寝ませんでした。多分マワンボウか色違いが出るとしたらマワンボウかオクタンの色違いですね。それかもしくはランタン出る確率少ないと思うけど、まあそんなの一番欲しいっつったらマワンボウかオクタンが色違い。お、出た出ました色違い、ほら来ました。まあ、よく見てください。ほら、何千分の1ですよ、これ。これはやばい。今、見ましたよね、キラキラしてた。ほら、出ましたよ、これ。ほら。頼む。来てくれ。あー。ここら辺の戦闘はめんどくさいですね。はい、このどんどんボールを使ってネットボールが一番有効なんで、水タイプにはこれが一番いいんですね。ほら今目のところが緑になってます。おお、やった、マワンボウ勇気が出ますってよ。たぶんたぶん。すごいな。すごいかしら。頼む、捕まってくれ。お、よっしゃ。捕まりました。
はい、使いましたよ、ワンワンボイル違い。うわ、よっしゃ、嬉しいです、本当に。これですね。うわさ、ほら、この目のところ、緑色っぽくなってます。体は多分同じ色だと思うんですけど、目が緑色になってて、はい。本当嬉しいです。じゃあ今回、ありがとうございました。